今日も聖書からのメッセージをご覧いただいて心より感謝申し上げます。私はニュージャージー島ニューヨークにありますラブジョイピースチャーチという教会の牧師をしております中島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日もですね、聖書からの素敵なメッセージを皆様にお届けすることができれば幸いであります。早速今日の聖書のメッセージ聖書箇所ですけども、今日はですねマタイの福音書5章の5節からお読みさせていただきたいと思います。マタイの福音書5章の5節になります。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。もう一度読みます。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。はい、柔和な者は幸いですというタイトルを持って、少しの時間お話をさせていただきたいと思います。今週も続けてですね、聖書が語る幸いなものというものはどのようなもののことを言われるのかということを見ていきたいと思うんですね。今日の聖書を見れば、柔和なものは幸いだということを語るんです。私たちはどうなんでしょう。自分の性格を思うときに、自分は本当に柔和な人間であるな、そのように思うことができるんでしょうかね。もしくはいつもイライラし、いつも心騒いでいて、いつも誰かに対して悪い言葉ばかりを発してしまうというようなそんな性格なんでしょうか。私たちはイライラするよりも、いつも怒っているよりも本当に柔和な性格を持つそのようなものでありたいな、そのように願うのです。そこで今日私たちが柔和なものとはどのようなものを言うのか、どのようなもののことを言うのか、聖書では柔和についてどのように語っているのかということを学んでいきたいと思います。聖書で言う柔和とはどういうことなんでしょう。聖書を見ればですね、旧約聖書に登場しますけれども、モーセという人物が登場します。で、このモーセについてですね、神様がこのように語るんです。この地上で誰にも勝ってモーセという人物は柔和なものだということなんですね。まあ、聖書で正確に見ればですね、謙遜なものであるというふうに書かれてあるんですけども、謙遜と柔和は同じ意味で捉えても差し支えないのです。モーセは地上の誰にも勝って柔和なものだ、モーセは地上の誰にも勝って謙遜なものである。神様がモーセについてこのように語るということなんですね。それではモーセとは具体的にどのような人物だったんでしょうか。聖書を見ればモーセはエジプトの地からイスラエルの民たちを脱出させるためにですね、そのような偉大なる働きをするためのリーダーとして働いた人物でありました。約40年間200万人とも言われるイスラエルの群衆たちを導くそのようなリーダーであったということなんです。本当に力強いリーダーでした。熱い心を持っているリーダーでした。揺るぎない確信を持って民を導くことのできるリーダーでした。また困難の中から決して逃げないそのようなリーダーでありました。そのような力あるリーダーでありましたけども、でそのような力あるリーダーであるモーセに対して神様がこの地上で誰にも勝って柔和であり謙遜なものであるということを語るんですね。なぜそのような力強いリーダーであるモーセが柔和なものであると神様から言われたんでしょうか。私たちが考えるときに力と柔和、また強さと謙遜、そういう言葉は対立するものであるかのように感じるんです。でも聖書ではそうではないということなんですね。力と柔和はつながっている、強さと謙遜はつながっているということなんですね。なぜならば柔和になるときこそ、また謙遜になればなるほど、その人は本当の力を表すことができるようになるからなんです。柔和になればなるほど、
その人は本当の力強さを発揮することができるようになるんですね。それでは本当の柔和とは何なんでしょうか。また本当の謙遜とは何なんでしょうか。ただ笑っていれば柔和なんでしょうかね。相手のお願いに対して自分の意見も何もなくて全て、良いですよ、そのように笑って言うことが柔和なことであるというのでしょうか。決してそうじゃないんですね。本当の柔和とは神様の御前で自分の無力さをさらけ出すことなんです。自分の力で何でもできるんだ、そのように考えることではなくて、神様なんかいなくても、神様なんて何だと言いながら、自分の力、自分の知恵、自分の努力、自分の経験、自分の持っている富や名誉や地位によって何でもできるんだ、そのように考えることではないのです。自分の足りなさを認めて、自分の弱さを認めて、自我を張って生きることをやめて、神様の御前で全てをさらけ出し、神様の助けを求めて、神様の力を信頼して生きる人のことを柔和な人だということを語るんですね。モーセがそういう人だったんです。モーセはそれができる人物だったんです。だから彼は40年という長い期間、イスラエルのリーダーとして力強く働くことができたんだということなんです。彼は神様の御前で柔和なものであり、謙遜なものであり、自我を打ち砕き、神様の助けを求め、神様を信頼しながらイスラエルのリーダーとして力強く歩んでいったということなんです。神様の力を謙遜になって認め、神様の御前で柔和になって自分の弱さを認めて、神様の助けを求めて生きるリーダーこそ知恵のあるリーダーとなることができます。力あるリーダー、説得力のあるリーダーとなることができるんです。今日このメッセージを聞いておられる皆様がですね、本当に家庭の中で、職場の中で、あらゆる立場の中で人々を導くことができる偉大なリーダーとして立つことができれば幸いです。力強いリーダーとして人々の模範となるようなリーダーとして、また人々から尊敬されるようなリーダーとして立つことができれば、そのような素晴らしいリーダーになっていただきたいと願うんです。そのためには柔和なものとなることです。神様の助け、神様の力、神様の知恵を謙遜になって求めることができるリーダーであります。そこから本当に偉大なリーダーが生まれてくるんだということを、モーセを通して私たちは学ぶことができるんです。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。私たちが本当にもっと心砕かれて柔和なものとされて、自分の弱さを認め、自分の足りなさを認め、神様を仰ぎ見て、神様の助けを求めて、神様を信頼して、神様に従って生きることができる、そのようなものとして導いてくださいますようお願いを申し上げます。柔和な心、謙遜な心、私たちにさらにお与えください。イエス様のお名前によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。はい、今日も最後までお聞きくださって心より感謝いたします。また次回お会いいたしましょう。